避け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。世は再び暴力が支配する時代になっていた。限りを尽くすならず者たち、しかし何者かによって襲われている。誰だ、誰がこんなことを。今ここに真の救世主伝説が始まる。この心を血に染めて悲しみを背負うことができた。